はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もストーカークリアスカイやっていきます。もうクリアスカイって言ってもここパッと見 コルドンだからシャドウオブチェルノブイリっぽいけど、前回ミリタリーからスーツケース取り返して、で今シトロビッチのとこに届けてあげると、 AR の弾をね追加購入してたんで、だいぶ AR はпринес таки? Я знал, что на тебя можно положиться. AR は結構ね、使い物になりそう。Спасибо, наемник, что кейс с кабаром мне вернул. Теперь-то я должок перед заказчиком закрою. Захочешь купить чего или продать, заходи. Всегда рад буду видеть. あれ、ファングってなんか聞いたことあるんだけど、いたっけな、シャドウ・オブ・チェルノブイリ。なんかいた気がするんだけど、記憶が定かじゃない。まあ、情報ありがとう。Будет еще что-то нужно. Заходи. За то, что помог уладить дело с военными, ほうほうほう。записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. ミリタリーとの、取引というか、仲介？仲介でもない気がするけど、それやってくれれば割引してくれんのか。これさ、もう場所をほとんど行ってるようなもんだけど、お金払わないといけないもんなのか、この情報。Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. で、シドロビッチ、さすがにいろんな武器を売ってんね。ゴミ地帯なんだから、こっちだよな。OK。Удачи! なんかこの流れはさ、北に向かう流れっていうのは、もう自然とチェルノブイリ原発に行くっていうイメージが強い。なんかね、この辺の周り見渡しても、以前はバンディットとか満載だったけど、なんか通信か。この辺結構ね、一度制圧したら休憩中のストーカーとかたくさんいるな。結構安全に進める。その辺でね、大破してるトラックもあったんだけど、今はまだないね。そこにもストーカー。すげえメッセージ入るな。さてと、武器が落ちてて、ちょっと放射能をもらいすぎた。治療薬あったかな。ああ、今、切らしてるか。ない。そうだ、お酒飲めばいいんだ、そういう時は。Ну давай уже, не телься。こんにちは。Слушаю тебя。さて、ちょっとめまいがしてるけど、進もう。さてさて、あれ、ここも制圧済みか。なったったしたとかバンディッツだった、この人たち。え？おたこてストイ。なんだって？ええ、金。Все, проходи, не задерживайся.
Ааа, эго, тут зенно эго. Ты тупой? Вали давай! Хай-хай, нанимо шимасен йо. Нанда йо, бандит датта коно хидачи. Ты будешь тут шариться, так завалим, это как два пальца. Ма, аригане зенбу киета ваке же найши. Ия. ってことは、あそこにいるのも、バンディットなのか？ああ、この辺はバンディットの島ってわけか。戦闘にならないなら、何でもいいけど。ここね、そう、ゴミ地帯はこの辺。バンディットはゴミ。ここなんかありそう。なんか奥の方で誰かが走って、誰かが走ってる。なんかあるかな？なんもない。これは。お、玉じゃ。ハンドガンをね、リロードするとなんか若干画面がぼやけるのは仕様か。おお、アノマリー。うわ、この辺結構アノマリここは入れんのかな？あそこにいるのは誰だ？あれもバンディットか？バンディットっぽくないけど、バンディットか？どうもどうも。あ、てか、そもそも開いてない。入れない。じゃ、しゃあない。で、キャンプはこっち側か。何でもいいからこれに光学サイトつけたいな。汎用性高い武器だし。なんかこういうところって放射能強いイメージだけど、大丈夫なんだ。あれ、てか待って、みんな死んでるよ。死んでる。連絡員から情報を入手しろ。こっち側が沼、沼、向こうにいるのか連絡員。そう、この辺沼地帯だったな。越えたら、またまたちょっと強めの放射能食らっちゃったっぽいな。もう酒もないし、自然治癒を待たないと。意外とね、右下のゲージが溜まってることに気づかない。あ、いたいた。何？ワンワンが来るのか。回復。ワンワン来るか。ちょっとね、視界が大変なことになってる。ワンワン来てるね。
おお、来た来た来た。ここにいれば登っては、あ、危ない危ない、あー汚染の影響が。Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю. А тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них три обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкер, перещи свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Ну, привет! А, Dark Valley の方に行ったんだ。おーろろろ、え、そんな、突然倒れちゃったけど、まあいいや。ポマギーチェ？ポマギーチェなの？そんなこと言っても助けられる選択肢がない。ポマギーチェ言われてもな。オーケー、じゃあもう早々にこちらのダークバレーに行くわけだが、フリーダムさんがいるのか。これここ越えても大丈夫、あ、越えられない。こっちから行くか。あれ、敵じゃないか。あ、敵とかじゃなくてゾンビさんでしたか。ゾンビさん、シャドウ・オブ・チェルノブイリから喋ってる言葉が全く変化してな。ミュート、おお。なんかね、場所によっては地雷があるっぽいんだよな。ダークバレーに行くにはこっちの方か。この辺でアーティファクトを探す気も起きないしな。わわわわわわ、あ、リロード間違えた。で、ミュータントは始末したけど、確実にこれまた金よこせだな。ここ通りたければ。はいはい、え、お話ししようよ。あ、寄ってきた。めっちゃガクガクしてるけど。あ、はいはい。И даже не рыпайся, фраер. Все, проходи, не задерживайся. 金が。5人か。レッツゴー。あ、弾を詰まり。あ、めっちゃ弾詰まり起こすなこいつ。オラ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 、意外と硬いなバンディット。つうかこれ金取られる前に倒せばよかったのでは。
まあいいや。だこいつから、こいつらから金をくすねることができる。あとこいつ、お、スタウト、ウォッカ、よし、これでダークバレーに行ける。誰かが話してた。そう、ファングを。フリーダム。バンディットよりはお話はわかる。そう、ファングと呼ばれるストーカーを探してるんです。Я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Кто вот да? На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о клыке, тебе прямая дорога туда. А, Freedom の基地へ行くのがいいってか。ファング死んでるの？Ну рассказывай, я весь внимание. でもフリーダムの基地って、あれこんなところにあったっけ？ここがフリーダムの基地なの？まあいいや、あまり気に入られてはいないっぽい。ん？まあいいや、この辺も荒れてますな。てか夜はね、この世界さ、夜めっちゃくちゃ暗いんだよな。昼間はまあそれなりに明るいんだけども。おお、お、え、なに、え、リミッション、待って、これは、あ、基地に行った方がいい。ブローアウト並みのやつ。待って、これ正面入り口こっちか。あ、多分ここだ。逃げよう。あー、やばい。あ、開いてないよ、開いてない。やばいな、どうしよう。あ、ここ入れない、入れない。暗い。こっち行けるか。あれ、収まった？いや、そんなことないよな。ああ、待てよ、これ。あ、こっちで OK か。助けて、誰か。あ、開いてる。はいはい。とりあえずエミッションからは避難できた。そう、一応この世界エミッションが起こりやすくなってるっていう設定だったもんな。割とくつろいでるけど。いや、赤い、ちょっと待機しようか。あ、オッケー。で、ちょっとさ、これ開けたいんだけど、撃っていい？あ、武器出せない。で、司令官だっけ？スタウト、ジェイス дали тебе возможность
この人。ну кто там еще? некогда。ファングってストーカー探してんだけど。個人的なことについては知らない。はあはあはあ。ああまあ部外者だからね。うん。ペースドドッグ。はあはあはあ。ああそういう感じ？問題を解決しやがれって。オッケー。それで上司と会える。ходя тут всякие。как успехи наемник。иди лучше монстров стрелять。何も持ってないけど。お金は結構持ってるんだ。オッケー。犬もどき、犬もどきっていうかまあミュータント。犬もどき倒しに行くか。こっちから行ける。まだこのフリーダムの人たちにも武器構えたら多分ドロップアウトされちゃうもんな。あーちょっとこれ放射能。この辺でいいはずなんだけど。めっちゃいる。そりゃそっか、ワンワンが一匹なわけないか。ああ、たまづまり。こういう時は、フリーダム基地に フリーダム基地に逃げればいいさ。あ、と思ったら、こっから来ないんだ。あれじゃあ、このこっから倒しちゃえば。消えちゃった。向こう戻ってったか。ちょっとこの川よろしくないな。来てる来てる来てる。助けてー助けてなんか倒したら消えてる。まあでもこれでミリタリーの人たちが戦ってくれて、万が一ね、悲しいことだけどミリタリーの人が死んでしまったらね、遺品を回収しなければならないんだ。なんだけど、随分強力な武器を持ってるようで。まだ強いな、フリーダム。俺今酒飲んで酔っ払ってるからさ、頑張って。俺めっちゃ弾詰まり起こすようになっちゃったな。なんでだ。オッケー。今のはただの犬じゃないよな。だってなんか変なワープゾーン的なところからマンサが湧いてきたけど、アノマリー的ワンワン。まあいいや。雨が降ってるとなかなかに重いな。あ、草も多いし。そろそろ PDA なんかスキルを得られる。3ポイントもある。うん、どうしようかな。この攻撃と防御両方にこのレイン系のスキル、雨が降ってるといいことあるよっていうスキルがあるんだよな。なんか正直ね、どれもいいものが多い。できればね、この辺が欲しいんだけどね。攻撃というよりはね、防御、メタボリズム。ちょっとレインマン取っちゃおう、一つ。
まだちょっと温存させておこう。で、とりあえずワンワンはやってきたけど。ёлки, бардак и проходной, как успехи, наёмник? 追いかけ回されたし、フリーダムの人にも無理やり手伝わせたよ。はい。アショット。了解した。弾薬を受け取れ。どうも。Привет, приятель. Чего изволишь? 彼が結局ヒーローを見つけたようだ。ヒーロー？え、15人も死んだ。少し骨を折ってきてくれ。はい。これで、あ、全焼に弾薬を届けろ。なんかまだ変なモンスターいるんでしょうな。じゃあとりあえずいい時間来たから今回ここまでにして、マジで真っ暗夜。なんだろう、あのシャドウ・オブ・チェルノブイリと比べたらなんか最大の謎が主人公に迫ってるとかそういう感じのものがないから、あんまりなんだろう、冒険してる感がないけど、まあ、ないし、しかも今これいるところは以前シャドウ・オブ・チェルノブイリでプレイしたゾーンと全く同じとこだし、ちょっと新鮮味がね、少ないっちゃ少ないんだけど、まあ続けてクエストをやっていこう。じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。